はいどうも、ダグネスロースです。えーと、こんばんは。えー、例のごとく、今日も、1時ぐらいかな、これ撮ってるの。えー、月曜日やね、もう土日終わったっていうことで <laughs>、土日も終わりということで、はい。えーと、今日何日やっけな、10、3か、13 <laughs>、13だからなんやねんっていう話やけど、 まあちょうど12月も折り返しぐらいでま,あまだちょっと中半ば中旬ぐらいやからその年末本格的な年末シーズンにはまだちょっとあと1週間ぐらいかな多分あるけどうんでねあの昨日ね昨日のラジオ動画であのまあゆっくりの編集第20話について まあ日曜とかにアップしようかなとか <laughs>、今週中にどうのこうのみたいな話があったんやけど、日曜に関しては <laughs>、ごめんなさい <laughs>、喉やられてる。あ、これ、喉やられてるのもちょっと若干関係あるんやけど、日曜に関しては、昨日ね、に関しては、一日中寝てたんや <laughs>。 いやこんなの久しぶりやけどな。寝てよく寝てる日とかあ、疲れたから今日めっちゃ寝てたみたいなことはまあたまにあるんやけど、休みの日とかにね。あとまあ仕事終わったあととかでも疲れてずっと寝ちゃって、あのー、一日何もしなかったみたいな日とかってまああるっちゃあるんやけど、日曜はまあ言うてカンオフなんやけど、まあ特に何もないから、だいたいいつも。 あのゆっくりの編集をやったりとかちょっと出かけたりとかっていうのをしてるんやけどあの昨日ねあ昨日じゃないか一昨日か一昨日かな、うん一昨日やな、ね、土曜日にあのまあちょっといろいろバタバタ用事があってでまあ夜の時間帯にいろいろ動いててでまあそれが終わった後にまあ まあかあのー、見てくださってる方に関してはまあ見てるやろうけどあのラジオ動画1本上げて、まあ、あれも2時とかやったかなで上げてで、まあ、そっから、うんまあ、特に何もなく YouTube を見たりとかゲームをしたりとかしながら過ごしてる間にまあね、まあ、眠くもなかったんよねその時、うん、なんで、まあ、朝方ぐらいまでまあ起きててうん 6時とか7時なんかな多分そんな時間帯もまだ起きててでまあそっからちょっと寝てたんやけどまあすぐ起きてもうたんよねうんまあなんでかはよく分からんけどまあすぐ起きてもうて8時とか9時とか朝に起きてでも23時間しか寝てないから眠いやんかさすがにねでまあ目覚めてるからどうしようかなとかって思いながらまあなんやかんやしてってまあでもだるいなと思って まあ朝風呂なんてあんまり俺もしないけどまあ休みやし日曜日やからうんまあいいかと思ってそのいつもやったらねまあちょっとシャワー浴びたりすることあるよ目覚ますのにねえけどそのいわゆるその風呂に浸かってしまうとその朝の段階でね浸かってしまうとそっからさ予定がない日だったらいいんよ言ったらさっきも言ったけど休みの日とかだったら全然いいんやけどあのー 仕事じゃないにしてもなんか出かけるとか買い物に行くとか遊びに行くとかっていう用事だったとしてもまあ出かけたり何かがある日にそれをしちゃうとあのねもうずっとだるくなるんよねもう,もうとにかくもうなんか例えばその室内で何か食べたりとかっていうんだったらまあまあワンチャンいいんかもしれんけどあの。 なんだろうな例えば外を歩,く歩いたりどこかどこどこに行くみたいなまあ食べ歩きでなんかもあるかもしれんけどまあそういう感じで外をこで行動する時間が例えば長い場合その用事がねそういう場合もうとにかくだるいからまあ例えばどっか入ろうやとかもう寝かべとか行こうぜみたいな感じにもう,もうとにかくもう何もしたくないからとりあえずダラダラしたいみたいな感じになってまうんよ。要はそしたらその,その日の予定がさ楽しくなくなっちゃうやん。 もうまあ、そのまったりするようなことだったらいいんやけどそうじゃなかったらもうしんどくなっちゃうからその朝風呂を使っちゃうとだからまあシャワーで済まして目を覚ますみたいなのは多いんよねあのー、冬場、まあ、今の時期ちょっときついけどな寒いからやけどあのーまあ、夏とは言わないまでもそれ以外の季節冬場以外、まあ、真冬以外の季節、まあ、10月とか11月かだったら全然問題ないから。 まあそれぐらいの時期なんかまではそういうことをしたりするけどその目が覚めない時とかね。いやけどそのがっつり使うことしないんよね。いやけどまあその寝つけないから一回目覚めてもうてなんか寝つけないから風呂入ってがっつり使ってんでその軽くなんかそのちょっとまあ体力使うようなことしたから筋道ね。やからその 軽くストレッチしてねからあの筋肉伸ばしてこうで風呂でふわーっとなってるプラスストレッチしてこう筋肉がいい感じに伸びてる状態にしてもうほんまや最高にリラックス状態にしてで改めて布団入って寝たんよね。うんならまあ多分ね今までその,その睡眠環境とかそういうのが良くなかったのもあるしそ,のそんなに疲れてなかった体力使ってなかった言ったら。 まあ、ふ普段のルーティーンで全然そこまでの体力使ってなかったから寝つけなかったのかそのずっとその睡眠不足、まあ、睡眠負債とかっていうんかなそういうのが溜まってたんかなワンちゃんで溜まってったんだろうねで,でそれでそれをこう完全リラックスをしてでしかもちゃんとその筋肉もほぐしてでなんだろう最高のリラックス状態で あの布団に入ってでしかもまああの昨日ってちょっとあったかかったよね気温的に17度とか18度とかそんなんじゃなかったかなあのなんだろう明日,明日じゃないごめん今日からのこの1週間ってめっちゃ冷えるらしいよねまあ当たり前やけどもう言うて年末近くなってきてるからもうそれは当たり前ないけど 10, 10度切ってくるんだってそのあの昼間とかでも。 もうそれぐらい寒くなってくるっていうね時期であのー、寒いんやけどあのー、昨日に関しては結構ぬくくて夜でも10度切ってないぐらいの感じやったよね。俺もその外でいろいろやることあってうるうる、あのー、体力使うようにうろうろしてたんやけど家に帰り着いた時にうっすら汗かいてるぐらいあのー。 あったか,かったたんで動いたらねもう何もしなくて汗かくほど暑くはないけど動いたらそんな感じだったからだからその意味でもリラックスできる気温的にもね寒くないからっていう感じでまあめちゃくちゃそれでこう寝やすかったんやろうねまあいい睡眠ができたんだろうねでもうめっちゃ寝てもうて最高のリラックス状態で。 なら今度は逆に起きられんくてもうその昼前ぐらいから寝てたよねその10時とか11時ぐらいから寝てたんよだから別にその朝から晩までずっと寝続けたわけではないんやけどその昼ぐらいから寝てたんやけど10時11時ぐらいからえっと夜の11時前ぐらいまでまあだから半日よね12時間ぐらい寝ててうんああめっちゃ寝たなって思って。 しかもその途中で目が覚めまあ目が覚めたりはしたんやけど普通ねそういう時ってそのめっちゃ寝てまう時って眠りが浅いからちゃんと寝てないから何時間も寝てまうよね小話やけどやからその眠りが浅いからめっちゃ夢見てたりとかするよね夢覚えてたりするんよなんか印象的な夢見てたりとかするんやけどあの昨日に関してはまあ夢は見てたよさすがにね。やけど そのま、で覚えてるよ1個は。やけど覚えてるけど内容その誰が出てきたとか何て言うの誰が出てきてこうみたいななんか話してたなみたいなそんな感じは覚えてるんやけどそのなどんな夢だったかっていう前編は全然覚えてないよだから普通よね夢ってそんなもんやんかあのうっすら誰が出てきたとか覚えててもその内容1から10までなんて覚えてないやん説明しろって言われてできへんやんかでもうたまに眠りが浅い時って印象的な夢だったり時 したりする時ってその1から10までめっっちゃ覚えてる時ってあるるあやんかで結構そのめっちゃ寝てしまう時ってこの比率が高いんやけど比率がっていうかほぼほぼそうなんよ。うん、まあ、80%90% ぐらいそうなんよ。いやけどそんなこともなくて普通でうん、まあ、ただ単にその最高のリラックス状態で最高の睡眠がただただ続いたっていうただ起きたくなくなっただけのことなんだろうね。 あまりにも気持ちよくて起きたくなかったっていう感じだよね。うんまあね、そんな感じで、まあ有意義、ある意味有意義な日曜日で、まあ明日からも、まあね、さっきも言ったけど寒くなるし、まあいろいろね、普通に仕事ももちろんあるし、出かけたりもしなきゃいけないし、でしかも年末ももうね、さっきも言ってるけど近づいてきてるんで、いろいろね、ま、た動くこともあるんで、動画も撮ったりするし、で、その、えー、と昨日言ったように、あのー ゆっくりもねあの第5期を完結させなきゃいけないんでまあ結構頑張らなきゃいけないんでね年末年始まあそんな感じでまあいい日曜だったんかなある意味今思ったらねその時はその時はっていうか起きた時は寝すぎ,寝すぎてるから一日,日潰れてもうたなってなんかちょっと悲しい気持ちになったんやけど、うん、目が覚めて今思ったら、うん、逆に良かったんかなって思う。 別にどうせ暇やったらしいね、特にやることもなかったし。うん、まあ、割とその先週結構バタバタしてたんで、日曜まではね、やることないんでね、もうさすがに、そこまで来たら <laughs>、もう全部終わっちゃってるんで。はい。まあそんな感じでね、今日グダグダの感じでいつも通り喋ってきたんですけど、はい。 まあ、もうちょっと寝ようかな <laughs>。どうせ。あの、あまあ、まあまあ、まあ、今日はね、別に暇じゃないけど、言うてこの時間は暇なんでね。はい。まあ、そんな感じで、ダークネスローズでした。バーイ、おやすみなさい。